兵団拠点を設置するのはここか。クソにてやられてやる。行く。兵長、後続の本隊は予定通り到着できそうですね。行く。よし、エルヴィンの到着までうざってやつらを片付ける。 行く。手なりするなよ。了解しました。 お前ら、俺は次に。ここは任せて。兵長、わざわざすみません。これで補給班を展開できます。おとなしくして。さすがです兵長、私もお役に立てるよう頑張ります。尻一つ残さずとはいかねえ。ひとまず掃除は終わった。救援要請に 助けに行かないと。さっさとエルヴィンと合流しねえ。行く。いいところに来た。助かる。助けて相手して。 まとめて相手して。手なんてしないよ。俺の敵じゃない。まとめて相手して。了解しました。おとなしくしてろ。 警戒するか。お前の鼻は確かに。気をつけろ。総員展開。補給班を援護しながら予定の配置につけ。 援護班は中心部の巨人を誘い出し、町の外側で確保撃破せよ。リヴァイ、我々は中心部を制圧し拠点設置箇所を確保する。行くぞ。了解だ。お前ら腹を食え。俺たちを追ってこない。こうした。あいつがいちゃん、巨人は気づけない。さっさとやるぞ。予想より巨人が多い。俺の手には補給を怠るのを確保。
救援要請無視はできない。報告、飛行士が再び出現。補給班が狙われています。補給班が壊滅してはまずい。リヴァイ、飛行士の対処を優先しろ。まとめて相手して次から次へと。まだ殺されたね。町の中心部を制圧しないことにはキリがありませんね。各班、兵站拠点の設置にかかる。お前ら、大変だよ。腹をくくれ。南から巨人の船がこっちに向かってる。俺たちに引き寄せられてきたようだ。ふざけた真似をする前に仕留めるぞ。巨人どもめ、ぶっ潰してやる。行く。巨人の様子がおかしい。南側の巨人のところに集まってるのか。俺のあいつらも飛行士だったのか。合流されると面倒や。止めるぞ。ああ。こんなに飛行士がいるんだから、一体ぐらい生け捕りにしても。ダメだ、巨人を捕獲してる余裕はない。面倒を起こすんじゃねえぞ。俺の敵じゃない。行く。リヴァイ兵長、助かりました。おかげで補給班を展開できます。まだ飛行士がいない。グン、周囲をしっかり見張ってろ。行く。了解しました。ここはお任せを。面白い暮らしやがって。まとめて相手して。その調査、拠点設置完了まで。巨人を近づけるな。まだ巨人が。こんなに立て続けに戦うなんて。限界か。下がって構われず。いえ、兵長、やります。やらせてください。手間引くなよ。了解しました。さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ。
団長にバカだと思われるでしょ。残念、もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。そんな、あの子たちの死体を調べる暇もないのかい。いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのはって。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。やれやれ。死んだ仲間のために。頼むよエルヴィン、巨人の正体を突き止めるのは調査兵団。それには巨人の捕獲が絶対に必要なんだ。今回こそ。何度言えばわかる。捕獲作戦に兵を割くだけの余力はない。却下する。
巨人です。平原より近づいてきます。総員警戒態勢。エルヴィン行かせてもらうよ。待てアンジ。巨人のみんな、今会いに行くよ。分断しよう。一人では危険です。リヴァイ追え。チッバカが。リヴァイお前はハンジを追え。本隊はここで兵站拠点の設置を続ける。あのクソメガネ、世話焼かせやがる。平地では立体起動装置は活かせない。できる限り戦闘を避けろ。分かってる。馬があれば追いつかれない。再起動できる場所まで移動するぞ。死にたくなきゃついてこい。了解です。分隊長行きますよ。仕方ないな。お母さんだぞ。いい被験体になってくれる子はいるかな。またどこかへ行きやがった。分隊長を止められなくて申し訳ありません。救援用品無視はできねえ。俺の敵じゃない。どうしてバケ。面白い面しやがった。やる。あの縁談テウトラから。大丈夫。あんた本当に死んでも知りませんよ。巨人がうろついてて物資を回収できん。無駄するなよ。了解。援護俺の感謝します。これで物資を確保できます。すぐ次の巨人が来る。急げ。やる。物資を確保できたよ。補給班手な予定通り展開せよ。面白い暮らしやがって。了解。拠点設置のための物資を配送で調達中だが、巨人が邪魔だ。手伝え。まだ近くにいるはず。あれか。
してろ。どうしてバカ。レクラ、その子を捕獲するな。どうしたらダメだよ。そんな無茶言わないでください、ハンジさん。テトラ、ルラの方へ釣り出す。手を貸せ。倒していいんですよね。援護します。次こそいい子を見つけなきゃ。今会いに行くよ。行く。待ってください、アンジさん。行っちゃいました。何が巨人捕獲作戦だ。勝手に動き回りやがって。巨人の捕獲記録だと15年以上前に成功したきりなんですよね。救援要請か。行くぞ。面白い暮らしやがって。巨人を排除しなければ物資は確保できないか。まとめて相手して。お手を煩わせて申し訳ありません。これで物資を確保できます。任せ。お前ら腹をくくれ。あいつの頭にクソでも詰まってんじゃねえだろ。行く。邪魔するな。邪魔するならそいでやる。リヴァイ兵長、助かりました。すぐに物資を回収します。腹をくくれ。頼む。行く。おとなしくしてろ。やる。フォロー。殺したらダメだよ。分かってて。絶対的に知らせられるんだ。へ、行く。そんなこと急に言われても困りますよ。あの人、正気じゃねえよ。マジでおかしいって。手出してるね。そうだけど、そろそろ慣れようよ。ハンジさん、昔から変わらないじゃない。私も行かせてください。助けるぞ。どうして。手出してくれよ。了解です。危なかった。ああ、殺しちゃった。貴重な被験体になったのに。黙れクソメガネ。
部下を危険にさらすな。兵長、判事分隊長、あの、あそこに。なんだ。34回目の腕章、壁外調査で死んだ兵士だね。この兵士の手帳か。見ろ、最後に遭遇した巨人に関するメモがある。意味のある言葉を発した、表情を変えた、私に敬意を示すような姿勢を取った。おそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせた。彼女を殺した巨人は知性を持っていたってこと？これはイルゼ・ラングナーの戦果だ。